はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで YM さんですね。はい、NPB を一つですね。よろしくお願いします。よいしょ。結構ね、カードの出来いいんですよ。ね。紙カードにしてはかなりいい紙を使ってる。と思います。はい、で今日ね発送しますので明日チャックでお受け取りね、よろしくお願いします。ちょっとパックこれもうちょっと、はい、このガッチャンなんとか閉じるのここまでがっちりしなくてもよかったような気がしますけどね。硬いからカードを傷つけないように取り出すのがまあ大丈夫ですけどね、はい、結構気使いますね。かなり気使います、ね、よいしょ。でパラレルは箱でまあ6、7枚ぐらいは出るのかなって感じです。多いと8枚ぐらいいったりする。まあ50シリがだいたいまあ箱1ぐらいでだいたいは出てくるようなイメージですし、で25ね、1まだ PB だと出てないんですけどその辺当てたいなと思いますね。25は何回か出てるんですけどね、5とか出てきてもいいんじゃないかなって思いますけどね、そろそろ、うん、まあまだそんなにいっぱい開封してるわけじゃないですけど、はい、開け終わりました。まあ、目標は、まあ、50は大体出てくるから、25以下のカードですね。はい、で、RC マーク付きは別に弾いておきます。これね。ただ、RC マーク付いてないルーキーもいますので、千賀さん。あ、そうだそうだ。ね、はじめ、ヴィンテージパックを見ないといけない。裏の紙質がちょっと違うパラレルが、あるんですね。それがちょっとまあ、ないですね。表まあここのロゴだけなんですけどちょっとまあ分かりづらいので後ろ見ちゃった方が早いんですよね。はい、じゃあ行きますね。お、伊藤さんね、伊藤さん上位ルーキーね。150シリルーキーでした。大道さん、広島カープ。ルーキーです。お、1番。うん。どうでした？今年。大道さん。はい。まあ、パラレルもスター選手か、ルーキーがかかれば、ね。全然 OK なのかなというレベルかなと思います。チームガイドは横浜。ルーキーがいっぱいいるんですよね。35% ぐらいがなんかルーキーのイメージですね。
ないですね。これ山田さんなんだ。ちょっと打ってるシーンの方が良かったよなって思いますけどね。まあ足もいいですけど。はい、金ホイール。はい、ソフトバンク。栗原さんですね。はい。2枚目ホイール。お、山本さん。いいピッチャーっすね。ん、佐藤さん来ましたね。1枚。大野さん。ね、同じレギュラー箱で2枚ぐらいは。あ、ね、出ましたね。佐藤さん2枚です。OK です。はい、後ろ見ないとね。はい、で青いのがありますね。はい、ご注文ありがとうございます。はい、青は誰でしょうか。お、オリックスだ。はい、山岡さん。山岡大輔さん。山岡大輔。2016年ですね。今年どうだったんですかね。4シリーズちょっと見てたけど。うん。ね。はい。山岡ってやつだよね。はい、奥川君もルーキーじゃないんだ。去年のルーキーなのかね。去年のルーキー、あれドラフトどうだったっけ。なんかよく分かってないですよ。はい、後半です。今3ホイール3パラレルですね。あったあった。はい、ちょっと待ってください。ここ来ます。はい、99シリ楽天の島内さん。島内さんです、ね。まあパラレルでね、ルーキーとかいいとこかかるのももちろんなんですけど、まあ佐藤君とかね、うん、今後のさらに活躍が見込めそうな選手のルーキーカード2枚出るって1箱から、そっちの方が後々は大きくなってくるでしょうけどね。これ千賀さんなんだね、写真が。これルーキバロってね、坂本ちゃん。よいしょ。はい、ルキー、お二人ルキーだ。ちょっと待って、今4パラ、4パラだね。99シリ箱で2枚っていう場合もあるんですけど、まあ大体1、うん、1かなと。あ、オレンジだ。
さあ、オレンジが誰でしょうか。誰だ。中日の小笠原さん。はい、2015年のドラフトですね。はい、97年生まれ、高卒で入ったのかな。25尻きました。これでパラレルは5枚目ですね。まあ大体7ぐらい出てくるようなイメージ。お、山田さんね、こっちの方が人気出そうですね、ベースより青木さんもいますね。ね、奥川君とかルーキーじゃないねっていう。まあでもトップスターのカードとしては初年度ものですから、もう一枚佐藤君さん出ないかな。99は1枚ですね。はい、で1,2,3,4,5出てるんで、あともう 1,2 ホイール出てくれると思います。金ホイール中日ですね。はい、あ、ビシエドだビシエドさんだよね。そうですね、うん、はい。これで金ホイールは2枚出たのかな。150が1枚しか出てないね。小尻ばっかり出てる。まあランダムでしょうけどね。トルキいっぱい出るわ。あ、ホイールでした。はい、大山さん。はい、150尻です。だ150が2、99が1、50が1、25が1、1,2,3,4,5,6,7パラレルとなりました。ということで、よいしょ、ちょっと待って、まあ佐藤さんルーキーカード2枚出たしね。栗林さんとかも出てますし、まあまあだったんじゃないでしょうか。まあ25尻も出てますからね。25尻が多分まあ2箱からまあ3箱の間、まあ 2.5 箱1ぐらいなイメージ。まあ2箱1ぐらいって言ってもいいんでしょうけど、まあ 2.5 箱1ぐらいなんだろうなっていう感じではありますよね。まあ150も箱で必ず3っていうわけではないので、金ホイール150 99 25、で50ですね。50と25、50と25、金ホイールが2枚、150が2枚という感じですね。まあこ、まあ50シリまではなんか出るんじゃないかな。でも50シリ箱で1枚出るってね、なかなか、はい、ないですよ、うん、まあ日本のカードはちょっと分かりませんけど、はい。ということで152 50 25 99で金ホイール2つという形ですね。はい、7パラレル、まあ大体7パラレルがまあアベレージかなと思われます。まあここら辺が25以下が出る出ないだいぶ変わってきますけどね。
はい、じゃあ公開やります。左のタブが店長で右のタブがお客さん。参加をします。ワン、ツー、スリー。あ、ストレート惜しいんですけどね。ここがまあ10とかだったら、エースとかだったらね。はい、ということでこちらで発送いたします。明日着ですね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。